皆さんこんにちは、新日本フィルの生オケシネマ街の日公式ツイッター、コンサートの企画監修をしておりますライターの前島秀邦と申します。ですね、今日はですね、まあもちろんコンサートの宣伝もそうなんですけども、このコンサートに向けて実はそのトークショーというのを、開催することになりまして、まあその宣伝というかですね、ぜひ皆さんに来ていただきたいなということで、ご紹介したいと思います。5月の13日の、土曜日、2時から、ここのトリフォニーホールの上に練習室っていうのがあるんですけども、そこで、泣いて笑ってチャップリンの知られざる魅力、どういうことなんでしょうねこれね、知られざる魅力、まあ、いろんなことをこのトークショーでお話ししたいと思ってるんですけれども、まあ、チャップリンがもちろん喜劇を役者としていかにすごかったかということで、それから今回オーケストラが演奏する音楽ですね、これもチャップリンが作曲してるんで、チャップリンが作曲家音楽家としてどういうふうにすごかったのかっていうのことで、それから今回演奏するその街の日映画、それから音楽両方なんですけども、そのどこがすごくてどこが面白いのかっていうのをこういろいろ、まああんまりここでは細かく言えませんけれども、映像ツールとかをですね使ってご紹介していきたいなと思っております。去年生オケシネマ第1回モダンタイムスの時にやっぱりトークショーを開催したんですけども、自分で言うのも何なんですけども、あまりにも人が多すぎちゃって大好評すぎちゃって、急遽もう一回追加でトークショーをやったという、あんまりなんかトークショー追加、本番追加だったら分かるんですけど、トークショー追加ってそんなないんですけども、そんなこともやっちゃったりもしたんですけども、で今回2月に一度、やっぱり渋谷でトークショーをさせていただきまして、まあこれも大変おかげさまで好評だったんですけども、今回が公演のちょうど2週間前ですね、いいタイミングで、皆さんに、今回生受けシネマの魅力、チャップリンの魅力、街の日の魅力を、お話ししたいと思っております。これは入場料というか料金は、1000円です。そんな高いものではございませんけれども、まあそれ以上のですね価値があるようなお話を、いろいろ小ネタを仕込んでお待ちしておりますので、ご予約はトリフォニーホールチケットセンター0356081212です。ここにお電話していただければ、まだ予約が取れるそうなんで、ぜひぜひ皆さんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。